おつのカレ様でございます。カンのパイしまーす。アワです。3、2、1。おおめでとうございます。今日誕生日の方おめでとうございます。今日いいことあった方おめでとうございます。明日も頑張りましょう。さあカンのパイです。カンのパイ、大花賞の市場馬体診断やりますので、いやいいですよ。写真写りみんな結構いいですよ。 C さん12頭写ってますがっていうところでね。それでは行きたいと思います。妻が今ちょっと料理作ってますので、お先に缶のパイいただきます。いや美味しい。ちょっと渡してきます。さあじゃあ行きますよ。ちょっと氷入りました、うん、さあ行きましょう。2023年クラシックでございます。でこれどれだ。オルフェです。これオルフェです。いいカットの写真載っけますね。オルフェーブル、ドバイでね牛場テソーロが勝ちましたのでね、それで見たいですよ。さあ行きますよ。桜花賞23クラシック開花宣言でございます。この写ってるのはリバルティアイランドです。美しいですね、この景色美しいですね、はい、さあ写真まず4頭。じゃーん、ご覧ください。リバティアイランド、ハーパー、そして下がモズメーメー、ライトクォンタムでございます。どうでしょう、はい、雰囲気ね、みんなそれぞれ違いますけど、やっぱここから行きましょうか。まあ一番人気になるでしょうね、はい、いい筋肉しておりますよね。友なんか抜群じゃないですか、この張りと形と大きさと、これねいいですよね、うん、この胸前の筋肉もまあ力あるのが分かりますね、うん、うん、お尻が腰が堂々としてますね、この辺ね、この辺からクーッと堂々としてます。しっかりとね耳をピンと立てて前を向いてますしね、はい、さあそしてその下ライトクォンタムディープ最終年の子供ですね、はい、大変よく見えます。反抗してありますけども、まあ普通ですね、普通、まあいい方の普通です、うん、悪くはないです。うん、やっぱ形は違うよね、若干肩が縦気味ですよね、こう線引いてあるんですけど、こっちに比べて若干こっちの方が45度に近いぐらいで、こっちちょっと起きちゃってるから48度ぐらいなのかな、50度とかね、うん、そんな感じに見えます。さあ続きましてハーパー、ハーパーパーンと、まあ毛艶は悪くないんですけど、なんかメリハリがあんまないかなっていう筋肉の、うん、これも大変よく見えました。反抗してありますが、あのね光の加減だとは思うんです、こういうのね。いやハーパーも、ハーパー前走からマイナス12キロだったんですね、前々走から466キロだったんですね、うん、前回、うん、あのねいやかっこ、足が長いんですよ、後ろ足なんか長いんですけど、後ろ足とか長いんですけど、なんかうん、シュッとしてますね、うん、さあモズメーメ、うん、立ち方がちょっとこじんまりなんですけど、すんげえともしてます、すんごいまんまですね、筋肉質ですね、筋肉質、リアルインパクト産駒なんですよね、うん、ちょっと背中が短いので1004、まあ持って1006かな、でも肩周りとかすごいですねこの辺ね、うん、あのリバティアイランドよりすごいんじゃないですか、この辺トモも形は違いますけど、ちょっとこっち縦にも長いんですけど、こちらまん丸ですよね、この幅がすごいですよね、幅ね、この幅がすごい、うん、いい筋肉しております。
うっすら、うっすらね、銭形出てますね。この辺、うっすら、この上の方に銭形出てます。はい、悪くないっす。悪くないっすよ。G1 出てくるようなものですからね。さあ、続きまして、シング・ザット・ソング、エミュー、当選ローリエ、コナコースト。前ページに比べたら毛艶そんなによく映ってませんけど、これ、ね、光がね前から当たってるんですよ。だから見にくいんですけども、こちらもね前から当たってる。じゃあこっちが光が前からこっち側から当たるとちょっとね、毛艶が見にくいんですけども、悪かもなく不可もなく、はい、俺も大変よく見えました。まあ、気候が発達してきて、これも距離伸びた方がいいんじゃないですかね、シングザットソング、デュラメンテさんで。そしてエミュー、ちっちゃな馬です。あばら出ております。毛艶は悪くないですけども、まあ、牝馬らしい、はい、この辺の作りですよね。うん。ただ、凛としてますよね。そう、414キロにしたら、友がね、しっかりとね、してますね。うん。バネありそうな。さあ、続きまして、当選ローリエ。ちょっと毛艶がね、いまいちですかね。うん、でもちゃんと電信規制があっていいんじゃないですか。うん、こっちがまあちっちゃいんですよ、426キロ。そしてコナコースト、コナコーストもトモはいいですよ。上半身に比べたらトモの作りでかいですよ、こちらね。うん、いいです、悪くないんですよ。ただね、これも前側から光が当たってるので、毛づやがツルンツルンには見えないんですよね、不思議だな。だから後ろから当たって、まあ、しか横に近い後ろから当たってるんですけど、そこまで毛づやよく見えないんですよね、こっちの方が毛づやがいいです。こう比較するといいんですよ。だからこちらの毛づやもよく見えないんですよね、前から当たってるんで。後ろからでもそこまでじゃないんじゃねえかな、さあこちらご覧ね、先ほどのこの4頭ですが、こちらに比べてこの雰囲気からの次のページの4頭見てください。じゃーん、こっちの方がよく見えませんか。はい、こっちの方がよく見えるんですよ。まずこちら、はい、エフォーリアの妹ですね、ペリフォーニア、フォーリアじゃなくてフォーニア、496、馬体でかいんですよ。上半身よし、お尻もよしなんですけど、ちょっと胴回りがもう少し力強くなったらいいかなっていう感じします。ちょっと首がね高いんですよね、もうちょっと力抜いて立ってほしいですよね。どんな馬なんだろう、モーリス・サンク。毛づやはそこまでじゃないですね、ほぼ真横から光が当たってます。さあその下、北ウィング432キロ前走、こちらねあばらうっすら出てるんですけど、友がいいんですよ。トモが小さいものなんですけど、トモがしっかりしてる、力強い立ち方してます、いいんです、これはいい。トモはね、でもちっちゃい、気が強そうな顔してますよ、見てますよ、こっちに睨んでますよ。なんじゃ悪い、何写真撮っとんじゃんみたいなね、目つきですね。このまま後ろから行くらしいです、もう最後にかけるらしいです。前出してったら力発揮できないので後ろから行くらしいです。さああと2トン、ドゥアイズ、上半身いいですね、下半身ちょっと小さめですけど上半身いいですね、全体トータルでもいいバランスですね、立ち方もいいですね、ドゥアイズいいですね、いいですよ。そしてもう一つ、ムーンプローブ、強そうっすよ、この馬強そうっすよ。ちょっと比較してみてください、この雰囲気、この雰囲気からの、はい、こちら、そんなに差はない感じですね。この4頭で比べてみてください、どうでしょう。このページね、いいんですよ、この馬がちっちゃいんですね、この馬がちっちゃいんですけど、こんな感じです、こんな感じ。だからこの4頭に比べたら、その前のページの4頭はそんなに毛づやはよく見えないですよね、立ち方この馬にいいですよね、はい、じゃあその前の4頭ドン、
筋肉質ですよね、リバティアイランドとモズメーネが、はい、だからページで言ったら最後のページの ページで勝つとしたらこのページです。さあこの中でこれね雰囲気いいの、あームーンプログも銭形出てるな、削や立ち方雰囲気からしたら友だったらモズメーメがでかいですよね、リバティアイランドと、うん、ムーンプログですかね、これ強そうですね、強そうに見えます、こんな感じでしょうかね、はい、ということで桜花賞の市場馬体診断でございます。前頭は出てませんので私が狙ってる馬はこの中にいません。写真見たいな、その馬は、札幌2歳ステークス勝った馬なのでデュアイズに勝った馬なんですよ。デビュー戦デュアイズに負けてるんですけど札幌2歳ステークスでデュアイズに勝ってるんですよ。デューラちょっとねここ2走不利があったりしてるのでちょっと面白そうなんですよね。うん、いやデュアイズもいいな、形がいいいい。そしてリバティアイランド、よしよしこさんです。そしてモズメーメン、筋肉だったらナンバーワンかな、うん、そんな感じでございます。ということで皆さんこれからご飯食べます。妻何でしたっけこれ、プルコギを作ってくれました、妻がプルコギを作ってくれましたのでいただきます。いいですねごまが、はい、ありがとうございます。その前にサラダ、トマトとリコッタチーズ、あーうまい、プルコギいただきます。いい味です、うまい、あカレーに入れようと思ってた牛肉があったんですけど追い牛乳しなかったんですよ、熟成されててうまい、うん、玉ねぎもうまい、うん、やっぱ甘さが決め手ですよね、プルコギはうまっ、うまし、はい、明日長距離ですので、明日長距離ですのでね、まだまだ時間ありますので研究しましょう。はい、ということで皆さんオツの枯れ様でございます。おそらく一番人気になります。プルコビでーす。